はい、マスオゲームズです。はい、皆さん今回はですね、超マスクラマスオのマインクラフトパート12やっていきたいと思います。まだパート1からパート11見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、そちらからチェックしてみてください。はい、ということでね、今回もやっていきたいと思うんですが、まずは前回のおさらいです。前回はじゃじゃーん、こちら拠点を作っていきました。まあ水上コテージ風のこういう拠点にしようかなと思って、前回ね、そのね、外側のね、枠だけ作ってみました。まあ中行くとですね、まだ何も中ありません。何にもないんですよ、ここだから。ここにね、チェストとか、まあいろいろね、今回置いていこうかなと思ったんですが、ちょっとね、この拠点作戦変更したいと思います。ここにはですね、違うものを置きたいと思うんですよ。というのもですね、まあチェストとかさ、かまど置いたら結構荷物がさ、家の中でぐちゃぐちゃってなってさ、なんかごちゃごちゃするじゃないですか。だからここはもうね、寝室はい、寝室にすることにします。あのね、こっからのね、夕日と朝日がね、めっちゃ綺麗なんだよ。ほら、朝日見れるでしょ。だから夕日と朝日が綺麗すぎるから、この景色は壊したくないと思って、もうこの中はとりあえず寝室、あとはなんか置こうか、なんか適当にこういうさ、まあ適当だけど、これはテーブルとか、まあそういう場にしようかなと思って思ってます。はい、ちょっとこれで、あとはあれですね、なんか置けばいいんですけど、このもうなんかリゾート感が半端なくてさ、好きすぎるんだよね、こっからの夕日が。ということで、まあここは寝るだけの部屋にしまして、さらにこっちですね、この方角に向かって、あのいろいろなものを、そういうかまどとかチェストとかそういうものをこう置くための、あの場所を作っていきたいと思います。うん、あのこっちに道ありますけど、その太陽の今向いてる方向ですねに作っちゃうと、朝日が逆に今度見れなくなっちゃうから、それも寂しいなと思って。じゃあやっていきましょう。まずはこっから道を広げていきますと、トントントンと、こんな感じですね、トントントン。この辺りにしましょうか。あー、落ちちゃった。やばい、これ落ちるとマジめんどくさい。一回一回さ、ここまで来なきゃいけない。船着き場作るか。で、こういう風にここまで来て、てか隣の島に着きそうだな。よし、じゃあこっこら辺からこういう風に道を今度は逆側に作ります。よし、この辺りでいいでしょうか。で、白樺をここにポンポンポンと置きまして、ここを階段にしていきましょう。1,2,3 と、オッケー。でもって、またここを前回と同じように敷地を広げていきます。だいたいまたこのぐらいの広さにしたいと思います。ではまた床を埋めていきましょう。もうちょっとね、いろんなこう木材とか材料があったら色を変えてもまたいいのかなとも思ったんですけど、今はあまりないので普通に白樺の木で埋めていきたいと思います。はい、じゃーん、埋まりました。で、次はですね、前回と同じように階段のブロックで周りを固めていきます。こうです。あ、間違えた。逆さに設置していきましょう。こんな感じで、よし、床張り終えました。で、夕日だ。じゃあ拠点に戻って
お休みしよう。この夕日がマジで綺麗なんだよ。でね、ここから見るとさらに綺麗なの。この景色。ほら、何も見えないこの状況。これがね、最高すぎて、ここは寝室にすることにしました。最高だぜ。あ、そして月が、おやすみなさーい。いや、今の景色のためにもう一つね、作ってるわけですからね。じゃあ、早速やっていきましょう。次は、柵をもり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 っとつければいいだけなんで、そんなに大変な作業じゃないです。とただ、屋根作りがやっぱり大変かな。いい感じですね。で、ここにはランタンを置きたいので、ランタンがあんまりないですね。ランタン作りましょう。3つ。とりあえず3つ。よし。これで OK。ではではでは、作り上げていきましょうか。もう一幅大きくしてもいいな。これちょっとミスったな。ちょっと直します。もう少しここは広くしたいと思います。チェストとかかまどとかを大量に置く想定なんで、ここでは。だからね、もう少しだけ広くしといた方が使い勝手がいいんじゃないかな、とかなんか思ってます。どうでしょうかね。オッケー。よーし、いい感じ。で、ここに柱を立てていきましょう。じゃじゃーん。少し広くしました。この方がね、僕的にね、しっくりきてます。で、こっからまたね、屋根の部分を作っていきたいと思います。アカシアのね、原木もいっぱい作ってきたんで、おそらくまあ足りるんじゃないかなとは思っているんですけど、いかがでしょうかね。はい、じゃあまずは外側、さらに広くなったから結構また使う木の材料が増えたっていうのは、あ、間違えた、ありますけど、よーし。最後は屋根を取り付けていきましょう。ちょっと広めになっちゃったかな、今回の屋根は。あー、壊れちゃった。よし、こんな感じで、ここだけはアカシアのトラップドアにしましょう。開放感が出るようにね。これで一応側はできたんじゃないかな。で、松明をまたね、設置していこうかな。じゃじゃーん。ということでね、家の外側枠だけ完成しました。これはね、もう前回と同じように基本的には作っていったんですが、今回はここにさらに実用的なものをいろいろ設置していきたいと思います。前回はね、寝室だったから、今回はちょっともっと実用的にいろいろするスペースですよね。まあこういうところ作んないとね、マインクラフトやりづらくなっちゃいますからね。はい、じゃあ行きまーす。置いていきまくります。で、何を置くのかというと、とりあえずチェストですね。はい、チェストを大量に置いていきます。で、これ、置き方なんですけど、カズさん方式ですね。カズさんがこのように置いてて、あ、それすごい便利だなと思って、はい、勉強させていただきました。ただ、まだ、残念ながら、チェストは足りてませんと。まあ、こういう風にして、で、ここに、額縁ですね。額縁もまだ全部作れてないんですけど、こういう風に額縁をつけて、大量のチェストを設置していきたいと思います。で、さらに、逆側ですね。こっちにも、木がたくさんできたら、同じようにチェストを設置しようと思ってます。はい。やっぱチェスト、便利ですからね。ただ残念ながら今回は他にもちょっと作業でチェストを使いたいので、とりあえずちょっとまだ使わないやつだけはこう削っちゃいますね。
で、まあいつも通りなんですけどね、こっからねやってる作業はね、次はホッパーですね。ホッパーを使った作業をしていこうかなっていう感じです。まあかまどですね。かまどをまた自動化したいとね、自動化したいので、まあかまどをあそこにね設置したいと思います。ここにチェストとかあるんですけど、ここもチェストいくつかあってもいいと全然思いますし、かまども全然あってもいいと思うんですけど、はい、あっちが、うん、今作ってるところが基本的には主で動くと思うんで、結構意外と開放感あっていいなと思うけど。で、これでかまどでチェストを置くと。よし、オッケー、いい感じ、いい感じ。これをいくつか作りましょう。ホッパー足りなくなっちゃうな。まあちょっとホッパー足りなくなっちゃうのはまた次回以降ですね、やっていきたいと思うんで。あ、これあれかな、あー、つながっちゃいますね。ってことはこれつながらないようにしなきゃいけないから、つながらないようにするにはトラップチェストでしたっけ、あれにすればいいんでじゃなかったでしたっけ。で、釣りで結構ゲットしたトラップワイヤーフックがあるんで、これでトラップチェストを2つ作ろう。これで多分一つ一つね、違うチェストにできるんじゃないかな。どうだろう、これでいいですね。普通のチェスト、普通のチェストも置いて、トラップチェストと、であとはホッパーだけですね。よし、まあこんな感じでそのうちできると思うんで、まあここには焼けた素材がいっぱい手に入ると。で、作業台、この辺りにじゃあ作業台置きましょうか。で、やっぱり明かりはね大切だと思うんで、ここに台を設置して、ランプを、ランタンを設置と。この辺りでもいい気がする。まあこんな感じにします。で、ここに金床も置きましょう。よーし、どうでしょうか。だいぶこれはいい感じにね、拠点化できてるんじゃないかなと思います。ちょっとね、ここが水上コテージ区域、この辺りが水上コテ、コテージ区域だとすると、こっちはですね自然区域なんですね、僕の中では。で、自然区域とちょっと水上コテージ区域が若干遠さがあるのが、まあ面倒くさくはあるんですけど、まあこのね自然区域ももっと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 こう広げてね、こっち側に広げていけたら、あー、かわいい。さらにね、なんかいろいろできると思うんで、かぼちゃもねまだ全然作ってないですし、はい、まあ今回はこんな感じで終わろうかなと思います。拠点のね下の土台みたいなところもね、動画外でねやっておこうと思いますんで、次回はねもう完全に完成したこの拠点が見えるんじゃないかなとも思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もしねこういう風にしたらいいんじゃないかなっていうアイディアなどなどがありましたら、ぜひね皆さん教えていただけたらなと思います。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。